後半戦のこれより後半戦に入ります。第3クォーター、プレーナンバー3の1、サイドワインダーズキック。キッカー12番。ゴールデンファイターズリターン。サイドアンダーズのキックゴールデンファイターズ20ヤード付近でボールデッド。9番多田選手が10ヤードのリターン。時事21ヤードよりファーストターン。プレーナンバー3の2、ゴールデンファイターズファーストダウン10、ボールオン自陣21ヤード。プレーナンバー3の3、ゴールデンファイターズファーストダウン10、ボールオン自陣36ヤード。再び中央へのランプレー、しかしこれはサイドワインダーズ46番がアジャスト。森川選手の中央プレーでしたが、サイドワインダーズ91ヤードロス。44番ラインバッカー石原選手がタックル、ノーゲイン。このプレーは入って1ヤードのプレーナンバー3の4、ゴールデンファイターズセカンドダウン11、ボールオン自陣35ヤード。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー。ゲインは約2ヤード。パスプレーからランプレーに切り替えるトリッキーなプレーで中央を突き、約3ヤードのゲイン。ファーストまで残り8ヤード。プレーナンバー3の5、ゴールデンファイターズサーダウン8、ボールオン自陣38ヤード。再び中央へのランプレー、キャリア91番、しかしファーストダウンには至っておりません。フォースダウンとなります。森川選手の中央プレー、しかしサイドワインダーズのディフェンスの集まりが早くファーストダウンには至っておりません。ただいまのプレー5ヤードのゲイン。プレーナンバー3の6、ゴールデンファイターズフォースダウン3、パントフォーメーションを選択します。パンターは22番。ゴールデンファイターズサイドワインダーズ陣ゴール前1ヤードのところでボールデッドです。攻守交代。ビッグプレーとなりまして、サイドワインダーズゴール前1ヤードで
防衛ファイターズの選手が抑えています。この地点より甲子園側にサイドワインダーズファーストダウン。プレーナンバー3の7サイドワインダーズ自陣1ヤードからファーストダウン。中央へのランプレー、このプレー止まった地点を今レフェリーが確認しております。サイドアンダーズのファースターン中央を突きましたが、あれらのプレーあまりノーゲインです。セカンダウンになります。エンドゾーン内でタックルをされますとセーフティーとなります。サイドアンダーズセカンドダウン、ファースターンまで残り10ヤード。プレーナンバー3の8サイドワインダーズ自陣1ヤードからセカンドダウン点。パス不成功、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。サラリカマットボールでは反則が指定しますと審判台によりファールマーカーが投じられます。さあどちらの反則でしょうか。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、パスが浮いている間に相手選手に接触しました。反則が発生した地点からサイドワインダーズのファーストダウンとなります。ボールをキャッチするレシーバー、ディフェンスバック、それぞれ同等の権利がありますが、レシーバーの進路を妨害したということで反則地点よりサイドワインダーズファーストダウン。プレーナンバー3の9サイドワインダーズファーストダウン点。ボールオン自陣16ヤード。中央へのランプレー、キャリア28番、ゲインは約9ヤード。藤本選手の中央プレイ、キューラードのゲーム、サイドワインダーズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り1ヤード。プレーナンバー3の10サイドワインダーズセカンダウン残り1ヤード、ボールオン自陣25ヤード。ランディバック27番ハンドオフから中央パー付きファーストダウン獲得です。東選手の中央プレーでファーストダウン、12ヤードのゲイン、自陣37ヤードよりファーストダウン。プレーナンバー3の11サイドワインダーズファーストダウン点。ボールオン自陣38ヤード。ランニング4番ハンドオフから右フタックルをつきまして約2ヤードのゲイン。サイドアンダーズランニングバック4番吉川選手の中央プレーでしたが、ゴールデンファイターズラインバッカー1番近
下の選手がタックル。ただいまのプレー、ニアードのゲイン。サイドアリーダーズ。ここで審判団によるタイムアウト。プレーナンバー3の12サイドワインダーズセカンダーウェイトボールオン自陣39ヤード。中央へのランプレー、ゲインは約5ヤード。サイドワインダーズの中央プレー、キャリア28番、ラグビーバック28番、藤本選手の中央プレーです。ここでウォーターブレイクです。審判団によります、ウォーターブレイク。通常11月はウォーターブレイクがありませんが、選手の皆さんはフェイスシールドをしておりますので、健康に配慮したウォーターブレイクを行っています。プレーナンバー3の13ゴール、サイドワインダーズサードダウン3、ボールオン自陣44ヤード。サードダウン、新たなファーストダウンまで残り3ヤード。ナイスです。何も4番ハンドオフから中央突破を図りましたが、これはディフェンス集まりよく2ヤードロス。4番吉川選手の中央プレーでしたが、これをゴールデンファイターズ。プレーナンバー3の14サイドアイナーズフォースダウン5、パントフォーメーションを選択。2ヤードのロス。ゴールデンファイターズパンター12番サイドワインダーズフォースダウン。このパンターシャンク、ゴールデンファイターズ陣33ヤードでボールデッド、攻守交代です。バント攻撃に入れまして地域を大きく挽回しております。攻守入れ替わり、白のユニフォームゴールデンファイターズ、自陣33ヤードよりバーストダウン。プレーナンバー3の15ゴールデンファイターズファーストダウン10、ボールオン自陣33ヤード。
中央へのランプレー、キャリア9番、ゲインは1ヤード。応援ファイターズランニングバック9番、多田選手の中央プレー、1ヤードのゲイン。プレーナンバー3の16、ゴールデンファイターズ、セカンダウン9。ボールオン、相手自陣34ヤード。ファースターまで残り9ヤード。インターセプト。インターセプト、クロスショーター。クォーターバック0番、ミドルゾーンへのパスでしたが、このパスをサイドバインダーズ17番がインターセプト。攻守交代です。ターンオーバー。バック17番、柴田選手がインターセプト。約5ヤードを返しまして、敵陣41ヤードよりパスダウン。サイドワインダーズ、敵陣41ヤードよりファーストダウン。プレーナンバー3の17、サイドワインダーズファーストダウン10。ボールオン、相手陣41ヤード。パス、フェサエコ。パスインコンプリート。クォーターバック18番、プレイアクションからのパスでした。ターゲット29番、しかしパスはカバーされパス不成功です。セカンダウンに変わります。サイドワインダーセカンドダウン。プレーナンバー3の17サイドワイン、プレーナンバー3の18サイドワインダーズセカンドダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。ダニアック28番、ハンドオフから左オープン展開、ファーストダウン獲得です。10ヤードのゲイン、失礼いたしました、12ヤードのゲインです。敵陣29ヤードにファーストダウン。プレーナンバー3の19サイドワインダーズファーストダウン10。ボールオン、相手陣29ヤード。中央へのランプレー、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。東選手の中央プレーですが、ここで反則が発生した模様。ただいまの反則はサイドワインダーズ側にブロック時の反則の模様です。ホールディング、オフェンスの反則です。サイドワインダーズ68番、相手選手を捕まえておりました。オフェンスは相手選手を捕まえてはいけません。反則発生地点から10ヤード下がってファーストダウンやり直しです。攻撃側の選手が守備側の選手をブロックする際、ホールド、掴んだという反則です。この反則によりまして10ヤードのペナルティ、10ヤード下がりましてファーストダウンをやり直します。サイドワインダーズ、プレーナンバー3の20サイドワインダーズ、相手陣39ヤードからファーストダウン20。パスに見せかけたアンプレー、しかしこれはアジャストされ約2ヤードのロス。ランニングバック4番吉川選手のドロープレイ、パスからランプレーに切り替えるトリッキーなプレーでしたが、これをゴールデンファイターズディフェンスライン77番中原選手がタックル。ただいまのプレーにより約2ヤードのロス。サイドワインダーセカンドダウン、新たなファーストダウンまで残り22ヤード。プレーナンバー2の21サイドワインダーズ、相手陣41ヤードからセカンダウン22。
クォーターバック18番パスを投じようとし左に流れましたが投げられず外へ出ました。さらに後ろに下がっております。パスの大スクランブル、ターゲットが見つからずサイドラインを終わりました。その時点でボールペット。ただいまのプレー約3ヤードのトスサイドワインダーズサーブダウン、新たなファーストダウンまで残り25ヤード。プレーナンバー2-22サイドワインダーズ相手陣44ヤードからサーダウン25。ナニ枠31番トスを受け右オープンへのスイーププレー、ゲインはしておりますがフォースダウンとなります。東選手の右オープン大きくゲインしましたがファーストダウンには至っておりません。プレーナンバー 2-23 サイドワイナーズフォースダウン16、ボールオン相手陣35ヤード。ラストダウン、ファーストダウンまで残り15ヤード。このパント、コントロールよく相手陣1ヤードでボールデッドです。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。ホールディング、パントの際に相手選手を掴んでおりました。パントはオフェンスのプレーになります。したがって相手を掴んではいけません。したがって先ほどのパントは無効となり10ヤード下がってフォースダウンやり直しです。相手選手をブロックする際ホールドつかんだという反則です。この反則により反則点より10ヤードのペナルティーフォースダウンをやり直します。プレーナンバー 2-24 サイドワインダーズ相手陣45ヤードからフォースダウン26。このバントをコントロールよく、ここで攻守交代、ゴールデンファイターズ16金でボールデッド、攻守交代になります。転がっていたパントボールをサイドワインダーズの選手が抑えピックアップしましたので、その時点でボールデッドとなります。攻守が入れ替わりまして、ゴールデンファイターズ自陣12ヤードよりバーストダウン。プレーナンバー 2-25 ゴールデンファイターズファーストダウン10、ボールオン自陣12ヤード。ランニー枠23番ハンドオフから右オープンを展開しようとしましたがゲインはほとんどなし、むしろ1ヤードロス。23番杉田選手右奥へ展開しようとしましたがサイドワインダーズラインバッカー54番平野選手がタックル、約1ヤードのロス。プレーナンバー 2-26 ゴールデンファイターズ自陣11ヤードからセカンドダウン11。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりましてゴールデンファイターズ0点、
サイドワインダーズ9点、攻守方向入れ替え、第4クォーターに移ります。